チュース。ピースオブケーキの翔太です。ささんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。サムネにもありますように、2022年はもうピースオブケーキやめますというふうになってますが、まあ何をやめるのか、誰がやめるのか、いろいろね思ってみてくださってる方もいらっしゃると思いますので、まあ詳細に関しては本編でお話ししたいと思います。はい。はい。ということで本日は。ピースオブケーク2022年をもってやめます。イエイでもないんだけど、まあ、はい、それでは本編の方をご覧ください。どうぞ。まあね、見てくださってる方気になってると思いますんで、やめますというのはどういうことなのか、その辺をちょっとお話ししていこうではないかと思います。はい、2020年10月9日からピースオブケークが活動を始めまして、その段階から一応日をまたいだりしてね、投稿があったりもしたんですけど、連続投稿というものをしてきたんですよ。2023年からピースオブケーク連続投稿をやめようではないかと。はい、はい。あ、なのでグループが辞めるとかそういうんじゃないんで、はい、全然大丈夫です。はい、まあね、それなんでピースオブケークは別に解散とかそういうことはないです。ただね、なんで連続投稿がなくなるのかっていう部分で、ちょっとメンバー同士話をして、いい方向性というのはなんかないだろうかというのがあり、今回ねこういう結果に至ったんですけど、まあそれに伴ってそれぞれの諸事情っていうのが、まずオイラ的にその朝ちゃんの断髪式っていうのに向けてアルバムを作ろうではないかと。そうなった時に、まあ楽曲制作をやってる時間がまずないんですよ。それなので、まあ時間が欲しいなっていうのがあり、で、翔太が来年からちょっとお仕事が忙しくなってしまうので、ちょっと撮影するスケジュールが厳しくなってくるなと。で、朝ちゃん的にもライブを増やしたいと。まあそれがね、あの普通のライブなのかゲームライブなのかわかんないけども、ちょっとそういうライブを増やしていきたいと。まあただね、ゲーム配信、生配信っていうの、それをやった時に見てくれてる人がどんだけコミュニケーション取れるかっていうのもいろいろあったりもするので、ちょっとその辺はね勉強していかなきゃいけないねなんて話もしてたんだけども、はい、まあそんな話がこの1ヶ月ぐらいにバタバタバタと出てきたんで、じゃあ2023年を迎えるにあたってちょっと投稿数を減らしてライブを増やしたりするのはどうだろうかというのがあり、スケジューリングをちょっと修正しまして、はい、で、もともとね、なぜ連続投稿をしてたかというと、まあ将来ね、みんなそれぞれやりたい夢があります。それが忙しくなってきた時に今やってる投稿をなくしちゃうとかっていうのもおかしな話なので、皆さんね、投稿を見て、まあ待ってくださってる方もねいらっしゃるので、それを考えた時にある程度自分たちの中で忙しいことに慣れておくっていうのが必要かなっていうのがあって連続投稿をやってたんですけど、ちょっとそういうのもそれぞれやりたいことだったりスケジューリングの問題が生じてきたので、今回まあ連続投稿を1回お休みなのか分かんないけども、まあ一旦ここで連続投稿をストップさせてみようではないかと。どっちにしてもね、2023年連続投稿は止まる予定だったんです。なぜかというと撮影部屋をね引っ越すというのがちょっと課題があったので、その期間がどうしても連続投稿ができなくなるかなというのもあったので、まあそれなので、はい、年が変わったタイミングでちょっとやってもいいんじゃないかなということで、今回こんな選択を取らせていただきました。はい、はいはい、でですよ、来年からのスケジューリング、はい、今までだと月曜日 YouTube ライブとショート、はい、で火曜日は、まあ、いろんなことやってて、で水曜日がマンスリーで、木曜日もいろんなことやってて、で金曜日が料理、土曜日がこれまたいろんなことやっててで、日曜日がゲーム、まあ、基本的にこの流れだったわけです。まあ、水曜日はね朝活ライブなんていうのもここ最近やったりもしてますけど、はい、まあそれなので2023年1月から月曜日が、まあ、今まで通り変わらずライブとショートですよ。で火曜日、はい、ちょっと金曜日からお引っ越しですけど、料理動画、ここね料理動画が偶数週になります。じゃあ月に2本ってことですね。そうだね。で奇数週は
まあいろんなことやっていこうではないかと。はい、うん、はい、で水曜日、この日朝活ライブだけになります。だから水曜日だけ投稿がない感じ今のところ。はい、はい、で木曜日、木曜日はいろんなことやります。これまた雑多なことやります。もう変わらず、変わらずで。で金曜日、こちらライブ、まあ夜帯のライブ、あとショーとか出ます。はい、まあ、ここの金曜日のライブに関して言うと、今まで通りのフリートーク的なライブなのか、朝ちゃんのやりたいゲーム投稿的なライブなのかわかんないですけど、まあ枠にはまらずに、まあ2時間ではなく、それこそ、朝ちゃんがゲームずっとやってたりしたら8時間とかなるかもしれないし12時間とかなるかもしれないですけど半日やわかんないですよ。まあでも金曜日はまあ翌日ね、土曜日が休みということもあるので、ちょっとそういうのをやってもいいんではないかと。うん、で、土曜日、こちらねマンスリーになります。水曜日からのお引越しですね。はい、お引越しです。で日曜日はゲーム、まあゲームもねそんな見られてないんですけど、まあゲームはコンスタントに続けていきたいという意見が、あのゲーム担当のこちらからございましたので、まあまあまあ、はい、それなんで投稿がないのが水曜日だけで、ショートがちょっと1本増えるという形ですね。はい、であとライブも増えると。で月曜日のライブは基本的にこの3人で、朝活ライブに関して言うと、まあ、こちらの方がお仕事があるので基本的にこの2人で、金曜日のライブに関してはまあ基本的にここの2人になるけど、まあ翔太的にもし参加できるよっていうタイミングがあれば来るかもしれないし、基本的に水曜日と金曜日のライブに関してはここの2人が担当するいう感じでございます。はい。続く。2023年からはそんな感じで皆さんに楽しんでいただければなと思っております。そうだからね、別にやめますって言っても連続投稿がなくなるだけで、ピースオブケークはピースオブケークのままなので、だからまあそれ以外の曜日でもしかしたらイレギュラーでなんか動画が出るかもしれないので。あの登録してくださってる方はベルマーク、あの通知のやつポチッとしといてもらうと、おなんか今日上がってんじゃんってなるので、ベルマークまだ押してないよって方は押しといていただけると。まあそうすればね、ライブの日もライブ始まったら通知来ますんで、まあそうですね、うん、まあ本日の動画はそんな感じです。はい引き続きこれからも、はい、理想稽古よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当にマイナス的な発想ではなくプラス的な発想でピスケも動いてますので、受け止めて見ていただければと思います。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオー。